トランクの顔ぐらいでいいかな。そうですね。こうメガネ外して細かいところは描くんで、はい、これはちょっと何なんで。でかいかな。緊張する。まさかそれって。大丈夫？大丈夫です。ゾロですからね。すごい見開きですね。え？すごい？この3回目の見開き。そう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 。すごい。よくしてんね。担当だった。なんちゃって見開きってのもあったよ。ここだけ見開きなの。ああ、うちの。あの犬の事件のあの燃える犬の時。そういえばコナン君が出てる見開きは。初めてまあ、よっから。あ、そうだ。じゃあ、よく、あれだけど。新一君が登場する。そうだ。新一出てきた時に。そうだ。みんなびっくりするんだろうな。びっくりしました。ネットで予想した人いたよ、カスマ。読み込んでる人は。アシスタントさんたちも今回初めて。知ってたよね。あ、知ってるか。知らなかった？俺もちょっと前に、去年とかある。行ったよね、カスマだよって。他の人は知らないですけど。タレさん知ってるんですか。うん。渋谷さんは懐かしいって言ってたよ。感想の周りに。今日じゃないですか。ん？今日知った。なんか電話帳とかでさ。当たってる人がいてさ、ゆうとくんとかに、これ当たってるって言っちゃっていい？って言ったら、それはちょっとって言われて、まあじゃあ、なんかスルーしといて。こんな話題もいいんじゃないの？そうですね。あのスルーされた人が、ね、なんだよって思うかもしれんが、そういう事情があったんです。すいません。本当の見開きじゃないんだけどね。本当の見開きはほら、原稿を2つバーンじゃん。そうです。それだとさすがに取り込めないんで、コンピューターに。緊張するわ。もしも君が担当の時、最初に言ったよね、カスモだよって。そうですね、うん、何回かお邪魔した時に、割とスッと感じで、あれみたいな感じで。もしも君が一番リアクションが面白かった。ちょっと待ってくださいよとか言って、言ってたから。えーとか言って。面白い。そうなりました、突然。うん、83巻とか4巻ぐらいの担当なんですけど、確かあのジェイムズ・ブラックだなって思って、だって自分が担当ですもん。なるほど。
これいつ発表するんだろうね。大事件ですよね。でもまあ12月ですね。そうか。あ、いや、いや、これあの、あ、このフィルム。一番今考えてるのが、雑誌にこれが載った後に、うん、まさにこうやって本当に書きになってたよっていうところを出したいです、うん、でその後はそれこそふるさとかで流したりとか、うん、なんか大山さん的にこの見開きに書きになるときに考えてたこととか、なんかこうしてやろうみたいな、はあ、いやこう誰入れようかなまあ全、まあだからキールはいらないなとか、はい、アムロもいいかなとか、一応黒ずくめじゃん、はい、そうです、潜入組はいいかなと、ちょっと迷ったんだけど、キャンティーがいいな。キャンティー、キャンティーかもしれない。難しかった。キャンティー難しいんですよ。そうなんですね。あのアゲハチョウがここについてるから、すげえ難しい。これ多少足の単に欠かしたら全然上手くなくて、こんなこと言っちゃって、もう結局俺がずっと書いてる。やばい。あのカットするのかって。どうも。渋谷さんなら書けたかも。もう遅いわ。難しい。見開きで招待が分かるっていうのは結構前から決まってたんですか。いや、決まってない。あ、そこは決まってない。最初はあのね、こんくらいのコマだった。ここで、まさかそれってって言って、で、大島くんが見せたら、見開きにしましょうよって言うから、まあ、そうか、と。いつも16ページなのか18になるけど、いいか、と。雑誌の方は、なんとでもまでね、100ページになってます。この関係に。さっきそう、根岸君が言ってたけどね、はい、これで救済になるじゃん、編集部と揉めたんじゃねって言われちゃう。そんなことないですね。そんなことありませんか。ありませんか。その証拠、証拠フィルムだね。証拠取るなんて怪しい。逆に怪しい。怪しい。あの、ふに違うところでね。発表されたり。絶対さ、言われちゃう。その発想はなかったですね。あの、急に同時に出したと。さん同時に出したら大変なことになる。ねえ、出さねえけど。大変なことになる。同人誌は好きだけどね。
昔やったからね、学生時代。ネマコンの皆さんですか。そう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 、そうなんですね、うん、一回ね、根岸君とね、コミケに行ったんですよ、うん、まあ、タニと3人で、うん、でね、あの、あいもごしゃってバレるかと思ったら全然バレなかったよね。もうヤイバの頃ですもんね。ああ、そうそうそう、ヤイバ始まってた。いや、始まった始まった、うん、いや、うん、ああ、そうか、ヤイバの頃か、コナンじゃなかった。コナンじゃなかったか。コナンじゃなかった。あれ、ちゃうか。コナンのコナンしたっけ。一回行きましたよね。うん、全然バレなくて寂しいからもう行かないと思って。俺もね、ちょっとね、あの先生みたいな言われるかと思ったら、全く誰もねえ、まさかいらっしゃるとは顔出してなかったよ。なかったし、あの頃は寂しいと思って言ってくれれば。なんかね、あの4番サードの同人誌とか置いてあって、おお、こんなん出てるんだったらお好きなんですねって。いやいやとか言っていやいやいやとか言って、なんか、悲しい思い出が。ちょっと寝ますとか言ってみます、試しに。やめて、大パニックだよ。今バレちゃうよ。そうですよね。行きたいけど、こっそり行きたい。変装して行きたい。ちょっと明るめの服を着て。黒じゃなくて。それすげえな。で、ニットでキャップかなんかつって、ハットとかに。あ、結構バレないかもしれないですね。で、あの、BLK のところに行くと。あ、アムロと赤井くん、おいおいおいみたいな。普通に本屋さんで探すもんね、マックボーン。すごいな。こんなの緩めにしてください。ゆるゆるで。小野さんは本当に寛容なんで。そうそう、俺なんかね、青野さん、ご自身厳しいよって噂が立ってて、いや、そんなことないから。多分一番緩いと思うよ。あ、これも証拠、証拠はね。一番緩い。怒ったことない。二次制作に怒ったことないですよ。ないない、全然。多分、ありがたい。楽しいし。メガネ外し替えていい？はい。やべえ。細かいところもやっぱガチ先生もよくメガネ外し替えてるよね。ガチ先生。そうそう。同じだなと。サイン書くとき外してるよ。ああ、そうか。Thank you.
今回このページだけ取っといていただいちゃった感じですか。他はもう全部ペンいいですね。いやいや全然。あ、これから。うん。まだこれガラスモノマークとか入ってない。まだ先でもいいぐらいです。まあでも。俺が使うとこなんて見たことないんじゃないですか。これはいいんじゃないですか。こういうところで試し書きをニャンニャンしてから漫画家っぽい。これいいんじゃない。貴重ですよ。コンピューターだとすげえ綺麗に入るけどね。うん。どうです、これコナン完成です。大丈夫？こんな感じでいいかな？あのお書きになった感想とかもしれない。まあ、うん、そうですね。運命のページだ。運命のページなんで。読者の方は、うん、お話聞きたいと思います。これを見て驚いてほしいね。あったんだよ。と黙ってるお気持ちってのはどんな感じなんですか。もうそう、もう最初全然誰も気づかないなと思って、まあ気づかないだろうけど、あんま振ってなかったから。でもさすがにこのアナログラム出した時にすぐ気づいた人がいてやばいと思って、まあでもいいかなと、ヒントなんで、うん、マスカラとカラスマがすごい似てるからね。描きたから。でもこのカラスマは今どんな感じなのかもわかんないしね。それは言わんとこはね。いろいろ秘密がまだ謎大きなの。うん。こんな感じでいいのかな。ありがとうございます。じゃあちょっとだけ歴史的瞬間を収めさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。